先週です、ね、ホリエモンと一緒に人生相談のイベント出てきて、あの、僕とホリエモンが二人いて、一人10分、えー、僕とホリエモンで自分が抱えている問題っていうのをバーっと相談するみたいなのがあってですね。まあ、あの、人生相談したらホリエモンがバサバサ切るもんだからですね。<laughs> みんな途中で絶句するんですよ。で、ホリエモン聞くことなくなったからホリエモンが、だからさ、お前さ、 アイドルとかと付き合いたいと思わないのと、<laughs> こう言うわけですよ。ね。<laughs> また何聞き出すんだと思ったら、アイドルとか付き合いたいと思うでしょ <laughs> と、いうふうに、いきなりこう断定から入ってですね。<laughs> いやお、俺横で聞いてアイドルと付き合いたいと思わないけど、そこら辺、ホリエモンは本当に、なんていうのかなポンコツだよな、というかですね。<laughs> 己の中に価値観のないやつと思っててですね <laughs>。 <laughs> そしたらこう言われた方も言われたのでそうですね付き合いたいですってこうアイドルと付き合いたいですって言うんですよねでアイドルなんかとは全然付き合えるよとかこうホリエモンが言ってるんでその時に僕は思ったんですけどもまあ、確かにホリエモンの言ってることは本当は本当なんですよねあのアイドルとかと付き合う付き合わないというのはちょっと関係ない話なんですけどもあの距離と高さは違うんですよねついついなんかあのある人 例えばアイドルとか女優さんとかですねそういうの好きになったりするとそれは距離なんですけども本当は高さあの本当は距離なんだけど高さだと思っちゃう人がい,ないつまり自分には手の届かない存在だと思ってそれを高さだと思っちゃう人がまいすいだから自分がそこまで登らないと手が届かないって考えちゃうんですけどもあれ純粋に距離の問題だからですねそこに近づく環境に行けば自動的に恋愛のターゲットの範囲になるんですよね。なので あの、高さと距離を間違えちゃいけねえよなっていうのをですね、聞きながらこう、ぼんやりとこう思ってました。で、俺も一生懸命、アイドルと恋愛したいだろうって方、はい、したいですって。だから、だから、それでだからという接続して言ったんだらだから世の中には不可能なんかないんだよって言ったら、そうですねって言ってて、うわ、これで人生相談になるんだって思って、俺。<laughs> 結構ですね、感動したりしましたっていう話を最後にしてですね。